お元気ですか？谷村新司です。今年から新しくスタートしましたこのラジテレ。日々の移ろいとともに笑顔を届ける時間です。日差しが少しずつ鮮明に鮮やかになってきている。散歩しているとふとそんなことを感じます。いろんな出来事をこまごまとした出来事、ちょっと気づいたこと、そんなこともお話ししながら、今回もゆっくりと皆さんと過ごしていきたいと思っております。コーヒーでも飲みながら、ゆっくりとお楽しみくださいね。さあ、それでは、ラジテレ、始めてまいりましょう。さあ、今回のお話は、甘いものについてです。甘いもの。もうこういった瞬間に結構テンション上がってる方多いかもわかりません。甘いものって何？親。そうですね。恋人との時間。もう一つ、自己管理。甘いよね。もう3日も持たないっていうのもありますけども。今回は、もっとシンプルな食べ物について、これです。そう。あなたが想像した通り、スイーツです。スイーツ。スイーツ嫌いな女子ってまずいないですね。僕は今まで出会えてきた女子の中で甘いもの苦手なんですよっていう女子って実は一人もいなかったと思いますよね。ところが男子にはね結構多いんですよ。特にお酒飲む人、もう酒飲みの人は必ずいや甘いものちょっと苦手でねって必ず言います。だからお酒飲む人はちょっと幾分塩辛いもの、味の濃いもの、これをあてにお酒を飲むってい う, もう習慣になってるんでしょうね。でもお酒飲む人の中でもたまに甘いもの食べたくなるんですよっていう人もいたりします。だから甘いものっていうのは何かその中に、人間に与える大きな影響があるんじゃないか、もう谷村お得意のクエスチョンマークがボーンとこう出てきたりします。